皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャス TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、はい、2020年最後の IT チャス TV になりましたけども、今年何かやり残したことってありますか？まあいろいろあるんですけれども、特に今年は毎年恒例の IT チャースカンファレンスをですね、新型コロナの影響で開催できなかったことが特に心残りでした。確かにそれがありましたよね。でも代わりにオンラインで IT チャースのイベント初めてできたっていうのはいい経験だったんじゃないですかね。はい、10月に開催された IT チャースウィークというイベントがあったんですけれども、まあ、ここで特にトークセッションなんていったこととかはですね、とても盛り上がって可能性を感じるところでもありました。はい、ということで今回はその IT チャースウィークのトークセッションの様子をダイジェストで年末特別企画としてお届けしたいと思いますよ。ほう、それは面白いですね。新メンバーも2人加わったところなので、新しい IT チャスの声をですね、ぜひお聞きしていただきたいなと思います。はい、ということで行ってみたいと思います。 IT チャス TV 年末特別企画、 IT チャスウィーク2020からトークセッションダイジェストです。楽しみですね。それではお願いいたします。どうぞ。はい、ではギガ行きたいと思います。ギガスクール構想の前倒しにより、公立の学校でも1人1台端末が実現しつつありますが、導入した後に起こりうる失敗にはどんなことが予想されるのでしょうか、ということで、まさに公立から移られた中村先生にぴったりのご質問かなと。まあその僕が出てからも半年経ったので、まあ、それでどれくらいそれが、ですね、公立の現場がどう変わったのかはちょっと何とも言えないと思うんですけど、まあ、自分の経験も含めて言わせていただくと、まずやっぱりその公立にとってはその、いい意味でも悪い意味でもちょっと目の上の炭鉱部っていうか、それが入ってくるとまた生徒指導が大変になるぞとかっていうふうに、まず開校一番言われる人がやっぱ多いです。でそれで、でも授業でみんなで使っていこうよってした時にも、やっぱそういうその場、まあなんかこう偏見というか、そういったものが入ってきて、例えばその使うのは生徒が自由に使うんじゃなくて、先生の指示があった時だけ机の上に出して、はい終わったらはい直しなさいとかっていうふうに、こうなんかもう完全に命令になったりとか、あと40人いたら先生動きませんって言ったら、その子を置いて授業を進めるわけにはいかないので、ちょっと待っててねとか言いながら、もうその子でお前あたふたあたふたとかってやってたりとかっていうのも予想されるし、あとなんか自由にあっと思って調べたい時に、さっきの金谷先生じゃないけど文房具みたいな感覚で使えればいいんですけど、調べたい時に使えない、そういう状況があると、生徒の持っているそのキュレーション、そういう収集力で自分で知ったものを自分でこう活用して、あ、なるほどっていう風な、そういったものがこうやっぱ阻害されてしまう。で、さらには生徒の基本的なスキルが揃っているかどうかっていうのを考えずにドンとやってしまって、ある子はタイピングなんかもうバタバタやっていくとかですね、まあ、そういう風ないろいろトラブルがありますけど、まあ、最終的には先生たちの心の持ち方、どういう風にやるのか、みんなで一緒にやろうっていう、そういうマインドセット、セキュリティの問題なども上がると思います。僕の考えは以上です。一般論で構わないんですけども、公立の実際現場の先生の立場からすると、これギガってどう受け止めてらっしゃるんですかね。僕がいた頃はやっぱり果たしてじゃあ管理は誰がするんだとか、機種は何が入るのかとか、またどうせいっぱいいろんなセキュリティがかかって、あれも見れないこれも見れない、せっかくオンラインとかで自宅学習とかをこう職員が自宅でフィードバックとかやれそうだなっていう時も、それは禁止とか学校のみとかですね、オンラインが全く機能しないとか、そういうこととかも言われるとか考えられたりするんじゃないのかなと。ちょっと同世感を持ってらっしゃる先生もまだいらっしゃるっていうところですかね。ちょっとやっぱ構えてる感じがしますね。なるほど。新型コロナ感染拡大が再び広まった場合、また一斉休校となる可能性は大いにあると思います。そこに向けて今どのような準備をしておくべきでしょうか、という質問でございます。あ、なるほど。これ難しいのは、この前の一斉休業とは本当に明治の学生発表以来の初めての出来事でとんでもないことだったんで、あの時はまあしょうがないねっていうのがあったんですけども、この次はそうはいかないなっていうのがありますね。ただ残念なことに、ギガの方の整備がちょっと遅れてるんで、ここは困るんですけども、とにかく入り次第
とにかく使い倒す、日常的に使う、ですぐに、持ち帰り、それですね、持ち帰りをやらないと進みません。急にやれと言われたってできないから、うん、だから日常的に学校でも使う、うちでも使うっていうふうに自由に使わせていくことがまず第一だと思います。それと、日常的な持ち帰りと緊急事態の持ち帰りはやること違いますからね。ここら辺もきちんと整理する必要があるんじゃないかと思います。まあ、とにかくどん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 使わせないことには道具になってないから、緊急事態に対応できないということ、これは間違いないです。まず最初になんかきっかけとなるのに、ここあたりから始めたらみんな使うようになるんじゃないかなみたいな使い方ってありますか？だから学校でもそうなんだけど、急に授業で使えって言われたら困りますよね。できない人いますか ら、 だからその時僕は一番学校でまず使う時に必ず授業の一番最後に振り返りやってますよね。なんか点数つけたりいろいろやってるから、あそこで記述式のやつとか点数つけるのを、あれを Google のフォームあたりでやっていくこと、そうすると誰もが全部の先生が全部の時間で使うようになります。そこら辺から少しずつ広げていく。うちに持ち帰る、あとはね、緊急事態の時には僕ら熊本がそうだったけども、本当に朝の会、帰りの会っていうのは、これも授業以外ですよね。そういうところから、簡単にできるところからやってて、だんだん広げていけばいいんじゃないかなと思います。急に無理して、双方向やろうって言ったって、結構大変ですから、と思います。やっぱりまずいきなり授業から使おうって思わずに、ちょっとしたコミュニケーションのツールとして使っていくのが大事なのかなと思いますよね。そんなふうに思います。はい、実際まだやっぱり Wi-Fi のないご家庭って結構あるんですかね？ありますね。うちの自治体だとまあ 19%。 19%、はい、でそこにまあ国の補助で、そのものみたいなものとかは国庫負担で補助できるんだけど、結局通信料のところまでやれる自治体というのはよほどお金ないとなかなかできないので、だからそうなった時にですね、やっぱり無理な家庭が出てくるってところを、まあ、本当にそうなった時にどうするか、その子たちだけ、まあ、学校に来させて 分散でやるとか実際のところ本当に厳しいなというふうなのはあります。なるほど。回線以外の部分で今現在すでに準備を進められているところとか、逆にこの辺やっといた方がいいよっていうのはありますか？なんですかね、平井先生がおっしゃってるようなところについては、もう心の準備ってことで言うとかなりしてるんですね。ただやっぱり物がとにかく追いつかなくて、端末も追いついてる自治体は多分いけるんですよ。でもそうじゃない自治体で起きた時には、結局またプリント的なこと以外のその対処方法がもう物理的にできなかったり、あと、新潟も YouTube 配信みたいな形で動画作って一斉で流したんですけど、まあやれてもそういう感じ、うんまで、まあ、今年はですね、まあ、来年度からは、まあ、いけるんじゃないかと思うんですけど、はい、実際の問題、ちょっと時間と予算との兼ね合いで結構大変は大変そうですよね。結構きついですね、本当には。でもそこはもう現場の先生ではどうしようもないところなのかなという気もしますので、今平井先生おっしゃってたような、まずできるところをやりつつ、まあ、あとは片山先生のような先生方に頑張っていただくという両面からやっていく必要があるのかなという気がしますね。はい、いいですか？今チャットの方でもですね、Wi-Fi と、その、ね、LTE のところ盛り上がってるんですけど、やっぱり自治体さんごとにかなりどうしても差が出ちゃってるっていう状態なんでしょうかね、こちらの方については。出てますね。なので本当にやっぱり1台あたりにかけるコストがもう全く3倍ぐらい違っているので、お金のある自治体とそうでないところと、うん、LTE までやると本当にまあかなり高額で、その代わりでもしっかりした教育が多分できるっていうのも分かっているけれども、そこはどうにもならないところもたくさん、ほとんどの自治体がそうなので、ここはもうね、本当にそこの合意形成が国全体でね、こうできたり自治体でできればいいなと思って、できる限りのことをまあやるしかないなと思って、苦しいところです。なるほど、ありがとうございます。本当に自治体ごとに違うと、もうそれこそ子どもをどこに住まわせるかなんて話にもなったりするからね、結構真剣にねやるべきだなと思うけど、うまくいかないっていうのは非常によくわかります。本当にお疲れ様でございます。はい、ありがとうございます。我々、まあ、家庭側としてもやっぱこれを機に整えていくっていうのは少し協力できる部分なのかなという気がしますよね。出遅れている学校なんて思わないで、今から十分巻き返す方法はあるとは思います。はい、ただ僕前から
前からというか、うちでもですね、本当にプログラミングってやってるんですけど、3学期にちょこっとやるだけなんですよね。で、ある程度入り口のところだけやってもらって、あともう好きな子は自分でバリバリできるので、わざわざ学校でそこまでなんかやる必要ないかなって思ってます。今あのいろいろ教科書とかもですね、もう出てきてますけど、なんかなんだろう、国語で言うとね、なんかあの漢文を白文で全員読めるようにしましょうぐらいのことをなんかね求めてるように見えるんですよ、僕からすると。です、あのそこまでね、プログラミング大事だと思うんですけど、そこまで時間数も少ないのにやる必要あるのかなっていうのは、あの学校でそこまでやるのが正直必要じゃないんじゃないかなと思ってるので、うちはあんまり変えるつもりはないです。あのやる子にガンガンチャンスを与えますけど、学校で絶対、例えばもうテスト範囲でここまでやるよとかっていうのはもう入門編のところだけで十分だと思ってます。ちょっとそれちゃいましたけど、そんな感じです。はい、まあ、本当に100点取ろうとせずに、まあ、どうせ他もあまりやってないんだから、その代わりまあゼロじゃなしに一歩踏み出そうよっていうのが今年大事なのかもしれないですよね、うん、簡単なところでまず本当にちょっとだけスタート切ってくれれば、であと手元に端末あればですね、生徒はどんどんやると思うんですよね、やりたい子はね。でそれをサポートしてあげれば僕はいいんじゃないかなと思ってます。ね、まあ、学校で全部完結させないという意味では、ちょっとですね、これお聞きしたいのは、金谷先生も実は英語教室やりながらプログラミングもやられてたと思うんですけども、このあたりいかがですか？はい、私自身はあまりプログラミングは詳しくなくて、あの担当の先生にお願いしてるんですけれども、あの先ほど先生、石田先生がおっしゃった通りで、あの与えるともう本当子どもたち自由に、あのもう私がから見てるとなんか粘土細工で遊んでるみたいな感覚ですね。でそれでもう自分で作って、あちょっとインプットしてもらう、すぐアウトプットできる、であの外の、ね、教室内でも外でもあのこう発表の場みたいな形であの簡単にできるので、あの本当子どもたちにきっかけ程度でいいと思います。はい、であの自分で作るものなので、あのじゃあちょっとこれどういう気持ちで作ったのとか、ここどんな工夫したのとか聞くだけでも、そうはあの発話とかあのプレゼンテーションの練習にもなりますし、こういう思いで作ったっていうこともちゃんと言える、うん、ので、まあ、子どもたちに任せちゃっていいんじゃないかなと思ってます、はい、なんか教えようと思うとかえってあの強制するものになってきちゃいますんで、いかにまあ子どもたちが楽しめる場をセッティングできるかが大事そうですよね、うん、はい。今年小学校に移動したんですが、中学校に誘われてなぜ中学校に行かなかったかというと、一つやりたくないものがあって、一番でかく出てる部活です。部活テーマにします。あまりすいません。ポジティブに考えられなくて。ポジティブに行きましょうか。じゃあ、はい、はい。ICT 教育というと、授業での活用ばかりが注目されていますが、部活動での有効な活用方法や、うまく活用されている事例があれば教えてください。これ逆にないから行かなかったんですかね、薄井先生ね。はい。そうです。いかがですか？自分がネガティブなイメージで思ってたのが、なんかあちこち常に連絡取り合って練習試合を企画するとか、なんか欠席連絡を取るとかっていう部分ですごくめんどくさそうだなってイメージ持ってたんです。なんかファックス使ってるとかって聞いたのでそんなにやってらんないなと思ってたんですが、多分端末が普及したり、まあ、使う機会が増えてきてくれば、そういったものが全部 ICT 絡みで解決するんじゃないかなという期待を持っています。あと、私が勤務してた上尾の小学校から進学する中学校も規模が小さくて、部活を例えば地域の人材の方の力を借りながらなんて企画したときに、やはり自治体としての規模が小さかったりするので、周りに人材がいないっていう悩みがあるって聞いたことあるんですが、オンラインがうまく使えれば、別に指導者の方が学校に来なくてもうまく活用すれば、あの、動画等で教えていただけるんじゃないかなっていう期待を持っています。で、実際、小学生でダンス習っている子も、
ダンス教室オンラインでやってるそうなんですが、まあ、オンラインで合わせてやってみて、実際現場で会うとちょっとずれてたりすると。それがさらにあぴったり揃った時に、今までよりも嬉しかったって声聞いたので、そういうなんかオンラインならではとかっていう部分をうまく使えたらいいんじゃないかなと思っています。でもまだポジティブになれません。逆に言えばなんか薄井先生がそれなら部活ちょっと顧問やってもいいかなと思えるようなその ICT の活用方法というのがどんどん広まっていくっていうのが逆にまあ全国の中学校の先生高校の先生たちにとってもプラスになるのかなと思いますよね。こうあの学校が再開になった途端にオンラインをやめてもう普通の通常授業に戻した学校が多々あったと思うんですね。でまあそれはそれで良かったとは思うんですけども、まあ、子どもたちに学校来てやっぱりコミュニケーションを友達と取るっていうことが非常に楽しくて嬉しくて笑顔が溢れるっていう感じだったんですけどね。やっぱりこれからコロナがあるなしに関わらずオンラインっていうのはやっぱり最低どっかでやっぱり継続していくべきじゃないかなと思います。で本校なんかでも今まではちょっと先生の判断でテスト運用してたんですけど、この10月から欠席者がいる場合も全て授業は配信してるんですね。ということでやはり欠席してる生徒も家でまあ、体調悪ければもうどうしようもないと思うんですけども、家でやっぱりこうある程度こう授業に参加できるという状態であれば授業を聞くだけでもみんなと一緒に参加したとか学校ちょっと体調悪くて行けなかったけど家で気分治ってきたからそれに参加できたというふうなことがあれば、もうこれから例えば欠席という扱いなんていうのはなくなってくるんじゃないかなという気がします。朝朝礼やってそれからもう普段通りの時間割通りに全部の授業をやるっていうふうにもうささっと考え、教務がそう決めちゃったんですね。それであらーと思ってたんですけど、でも結果としてそれが多分教員にとっては一番しっくりきて一番楽な方法だったなっていうことが後で、まあ、結論としては分かったなと思います。でもう一方ではその時間割通りですから自宅にいたとしても朝朝礼には顔出さなきゃいけない、それで時間授業のたんびに出欠は取りますから、だから生徒たちのその生活のリズムっていいますかね、これはやっぱり授業の内容よりももしかしたらそのリズムを崩させないっていうことが相当大事だったなっていうふうに思いますですね。逆にデメリットの方って何かありましたか？デメリットはですね、いろいろこう新聞とか見ているとオンラインできたかできないかで、できたら OK みたいな論調になっちゃってますよね。だけどもそのじゃあそれオンラインできたから OK かっていうと、学校って授業外の活動が同じぐらい大事なものとしてありますよね。なんかそこがなんかね、みんなの意識から抜けちゃってて、社会が止まっちゃうと止まってしまう活動っていっぱいあるわけで、その損失はもう本当にこちら考えなきゃいけないなということは思いました。はい、ということで IT チャーズビーク2020のトークセッションの様子を改めてご覧いただいたわけです。いかがでしたか？はい、楽しかったですよね。新メンバーとして薄井先生と金谷先生がですね加入していただけたおかげで IT チャーズのですねイメージもだいぶ変わったんじゃないかなと思いました。そうですね。また今回この映像には出てなかったんですけども、実際にやってた時これ裏のチャットがすごく盛り上がったんですよね。はい、私もずっと参加してたんですけれども、IT チャーズのメンバーの方がですね結構ぶっちゃけトークみたいなこととかをやっていただいてて、まあその同時に進行してるんですけれども非常に面白くて、今後の可能性としてはですねこういったこといいんじゃないかなと思います。そうですよね。ぜひ来年もやっていきたいですね。はい、はい、といったところでお時間になってしまいました。 IT チャーズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来年もご覧ください。
それでは皆さん、また来年お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week。We'll be right back.